当に難しくって本当に泣きそうになってなんか無理だと思っていつか生で見てみたいなって思ってます。え、終わったの？いつか生であ、そっか、終わったの、ね、もう見れない。はい、ごめんなさい、ちょっと右にと視線の方を投げかけていただけますでしょうか。小芝さんは今回この映画の中でタップダンス、はい、初挑戦だったというのが、そうなんです。完成した作品を拝見するともうただただ驚くばかりなんですけれどもそのかっこよさに、いやでも本当に難しくって、あのお家にベニヤ板とあのなんかちょっとマンションなもので、あの緩衝材とかその音吸収してくれるやつとか買って、あの毎日練習してましたね。撮影の9ヶ月くらい前からあの先生に習ってたんですけど、どうしてもやっぱ他の作品が入ると通えなくなっちゃったりしてたので、だから行けない時はお家でこう前にレッスン習ったやつは次のレッスンまで絶対マスターするっていうのを決めて毎日家で練習してました。すごいですね、レッスンに通うだけじゃなくって自主練も。そうですね、でもやっぱあのこれから見てくださったらあれなんですけど、最後こうソロで踊るシーンがあるんですけど、あの振りを初めてタップの先生から下ろされた時に本当に泣きそうになってなんかこんなに9ヶ月頑張ってきたけど無理だと思ってっていうぐらいすごい難しくて、一旦こう頭こう、ね、抱えちゃったんですけど、あのなんとか優しく先生に教えていただいて頑張りましたので、ぜひお楽しんでいただけたら嬉しいです。いやでももうそこは持ち前のガッツとそして努力とそして才能で克服したといったところなんでしょうかね。あの近所からあれですか、クレームとか来ませんでした？いや、あの緩衝材買いましたので、ね、はい、三重にしてましたので大丈夫です、はいはい、タップのシーンは実は僕も撮影現場に入れなくて生で見れなかったんですけど、本当にいつか生で見てみたいなって思ってます。え、終わったの？いつか生であ、そっか、終わったの、ね、もう見れない。はい、ごめんなさい、ちょっとすいません、ちょっと映像で楽しんでいただけたら幸いです。わかりました、ありがとうございます。